なんだね。やっほー、山城です。今日はタイトルにもある通り、おばあちゃんとシソジュースを作っていきます。まずは収穫からなんですけど、その仕方もどこがいいとか分かんないので、おばあちゃんに聞いていきます。はい、それではばあちゃんに収穫の仕方を教わっていこうと思います。収穫今ねえ、そんな気はしてたけどね。葉っぱだけ取るね。うん、その匂いする。その葉っぱはこんな感じ。チリメンシソってあのウェーブのあるやつ。で、シソは根元に行けば行くほどあんまり赤くないので、収穫は上の方だけらしいです。へえ、ためになるな。いつからシソ作り始めてるの？昔から？シソは昔から日本のハブダメだよ、シソ。なんで赤いシソなの、青シソじゃなくて青も起きる？青も、ほら青もいっぺんなってたよ、あんな遊んだらさ。赤シソの収穫はほぼ終わりました。5分ぐらいでこのなんていうの、カゴいっぱい、はい、ありがとうございます。はい、以上で収穫は終わりです。あとは夜煮詰めてシソジュースにしたいと思います。